消防によりますと、午前1時45分現在、けが人の情報は入っていないということです。現在、消防車10台以上が出て消火活動に当たるとともに、警察や消防で詳しい状況を調べています。相模原市消防によりますと、午前1時45分現在、けが人の情報は入っていないということです。現在、消防車10台以上が出て消火活動に当たるとともに、警察や消防で詳しい状況を調べています。相模原市